ああ、AI さん早く認識して。お願い。何でもするとは言わないけど、なんか一個待ち上げるから、一個待ち上げるから、ここ壊していいから、お願いだから。はい、どうもバンブーです。普段はシミュレーションゲームの配信をしております。この動画はその配信を見やすく編集したものになっております。ということで本編どうぞ。あ、いやー、すごい渋滞だ。まあしょうがない気もするけどな。ほらこういうやつがいるからね、渋滞するんだよ。こういうやつは死刑でいいよ、死刑で。なんか処せないの、俺の視聴権限で処せないのか。残念だ、消せねえみたいだ。やべ、電気ないらしいよ。なんで電気ないのこれ。はい。うん。てかもうアイルランドいらなくね？さあ、何かが足りなくてですね、街が発展していかないので、これは地下鉄ですね。地下鉄が足りない。ここかな？ん？ここなんだ？ここブラジルか。アルゼンチンから、ブラジル経由して、ちょっとまだ、あれだけど、アメリカ行きのアラスカ、あ、か、ん？アメリカ行きのカナダ行きのアラスカ路線作るか。これいいんじゃないか？いやーマジでカナダ広い。カナダ広い。道路つなげんの超めんどくさい。あ、こんなもんでいいか、とりあえず。こりゃカナダやる前に10万いくな。アメリカに何も置かれないで終わる可能性すらある。アメリカ、カナダと、あと南米はノーガード戦法を取ってるんだよな。これがね、何より怖いよね。じゃあそろそろだな。人を住まわして、植物園を行って、病院建てて、消防署建てて、警察署建てて、火葬場建てて。カナダの人ってサウナ好きなんだよね、実は。国民全員がサウナ好きなんだよ。これ豆知識な。これでいいっしょ。なんかさ、この高速道路若干たわんでない？この高速道路建てたの誰？たわんでるよ、これ。壊れちゃうよ。なんかすごい揺れそう、風吹いたら。あー、ゴミ収集所な、確かに。コロンビアのあれを生かしたいから、廃棄物収集施設か。ここに置くか。これで電気も回るでしょ。あ、産業の、じゃあオフィス建てまーす。よいしょ。結構でもあれだね、高速も入ってきてるなって言おうとしたら入ってこなくなっちゃった。シャイボーイなのかな、みんな。いやー、恥ずかしがらなくていいのに。ぐるぐる遊んでるやついね。走り屋でしょ。いやでもほら、見てつって全然違ったわ。救急車だったわ。コロンビアから来たよ、ゴミ収集車って言おうとしたら救急車でした。わ、いいね、このなんか眺め。最高じゃない？果てなき荒野じゃないこれ。アメリカ感あるわ。ここカナダだけど。おー。あれ、なんか、ね、向こうに見えるさ、景色さ、すごいさ、シティスカっぽくない？ほら、シティスカのあの、タイトルというか、あの、サムネというかさ、ゲーム売ってる画面のシティスカこうじゃない？キャンパスの魅力度めっちゃ落ちたんですが。なんで？ぶっ壊れてんな、これ多分。ほら。学校強くしていこう。あ、アメリカンフットボールスタジアム。こんなのも、なんか前回建てたな。あ、学問の銅像必要。学問の銅像はめっちゃ必要。すっげえ建てよう。校長先生、第1代校長、第2代校長、第3代校長、第4代校長。こっち第1代教頭。教頭も銅像建てていこう。教頭の銅像。ちなみにもう由緒正しいさ、大学校だから、今、第68代目大統領じゃねえや。校長先生が今、君臨してるから。どんな銅像なんだろう。おお、校長先生じゃねえすか。校長先生いっぱいいるよ。ほら。いや、威厳があるな。この人はいつの津波で、あ、違うか。あ、数学クラブ必要、数学クラブ。あの、数読オタク呼び込まないと。数読でござる。数読でござるってやってもらわないと。拙者の考えた数読、超面白いでござる。お願いしたい。あ、お願いしたい。でも彼らのその頭脳が、うちのこの国を引っ張っていくから、うちの国を頼んだ。ちょっとなんか、ラッシュ来てない？陥没だの、竜巻だのが。まあ、大丈夫かな。いや、ダメそうだな、これ。これダメそうだな。ああ、母なる海へ帰ってってるな、何代か。
残念だ。あ、ちょっと高速はダメ、高速はダメ、高速はダメだって、ほらやばい意外にやばいんじゃねえか、これ竜巻をさ、防ぐ手段っていうのがねえんだよな。いや、こりゃひでえや。綺麗だねこれさ、アップグレードボタンと復旧ボタンは絶対別ボタンにした方がいいと思うんだよね。産業壊れたまんま、マジか。あ、ほんとだ、ここか。オッケー、これで良いな。あ、ほんとだ、高速直し抜けてる。いけー、みんなスタート。いやー、ロシアグランプリ始まったね。あ、第一コーナーが混雑してるぞ。おぶん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 。1位はアイルトンセナかな。あやべえ、見えちった。ちょ、南米は助けたい、南米は助けたい、やばい、欲が出てきた、南米は助けたい。時間よ、時間よ、持ってくれ時間よ持ってくれ。ちょっと止めてんだけど、ね、実はね、頼む、時間を止めてることが視聴者にバレないでくれ、お願いだ。ズルって言われちゃうからズルって言われるから、視聴者に言われないでくれ。あ、でも結局あれだ、土地が認識されねえから、あー早く認識して、 AI さんあー AI さん早く認識してお願い、何でもするとは言わないけど、なんか一個待ち上げるから、ここ壊していいから、お願いだからまずい、早くやばい、言うこと聞いてくれない。あ、AI さん、あ、来た、傾斜が急、傾斜が急、そんなことないよ。よし、ふう、危なかったな、ギリギリセーフだったないやー、ギリギリセーフだ。ダムオフして、ごめん、アメリカごめん、北米の皆様ごめんなさい、北米の皆様。あ、でも耐えたな、この辺高い建物耐えたわ。ってことは南米これ耐えるね。ほら、どうだ、これ耐えないな、もうすでにこの時点でちょっと津波の方が高いもんな。いや、でもいいの、いいの、あの超えちゃう分にはいいの。なんでかっていうと、ここで弱くなればいいから。さあ、超えるね、余裕で超えていくね、これ。でもだいぶ弱くなるでしょ、これで。は、ほとんど返すから、これで。いや、サイドから来るのは大丈夫でしょう。あー、大丈夫、ほら、老人施設が倒壊してないから。あ、してるわ、ちょっと倒壊しちゃったな。うん、あと地下鉄はもうしょうがないね、もうそれは無理、救えね、すまねえ、すまねえ。まあ、こんだけ来てるから、ここは耐えるでしょ、耐えるでしょ、な、耐えるよな、耐えるよな。おお、危ねえなんかの間違いで耐えなさそうだったから怖いね。いやー、正しいダムの使い方できたね。助けてくれ、水、うちが水浸しだ。さすがツイッターなんだよな、被害のない被害者が、ワンサがいるんだよ。こういうやつがいるせいで、良くないことが起こるんだよ。ごめんなさい子。なんかごめんなさい子、だいぶ干上がってきたね。この10万人行くまでに見えるかな、地下は。あ、ちょっとこれあれだな。災害対策本部さん、本気出してください。たまにはあなたたちも仕事しなさい。ステイホームじゃないよ、今は。ゴーワークよ。ゴーワーク。なんだこれ。公共サービスが少なすぎます。うるせえ。あるんだよ、あるの。今は、もう我慢がならない市民もいるんだな。みんな我慢してるぞ、お前だけじゃない、みんなが不便なんだよ。うん、意外とやられてんのねこっちノーガードだからな。あ、でもほら、子供たちの命は守れたよ、学校だけは守った。こういう時にこっちが危ないよ。危ねえ、大丈夫だったこっちで耐えたから大丈夫でしょって油断させといてくるのが AI さんだから。あ、天文台な。あ、天文台アイスランドに作ろうぜ。アイスランドに天文台を。もういいじゃん。
水とか電気とか必要とか言うなよ。言うなよって言っただろ。ダメか。あの気持ちじゃなんともならんこともある。俺それ最近学んだんだよな。この辺再建してあげればもうあとは元に戻るさ。うん、大丈夫。なんかでっかいのがまだ治ってないね。植物園か。お前これ最重要だろな。わかるだろう。さすがにチリが、チリの老人の皆さん。よし、生き返った。生き返るチリ人。やばい、なんか地下が低すぎますみたいなのがすっげー出てる。公園大好きだろお前ら。立ち退け。やったー、やったーって、植物園が来たーって言ってるわ。よかったー、みんなのために何かができた。これ新しく来たか、また何かが。ちょっと、あー大丈夫、危ねー。おい AI、 ちょっとそれは危ねえぞ。もう大丈夫か。また竜巻が出るな今度。竜巻はどっからだ。ここはなんで電気ないの。もうアイルランドさんやめません。アイルランドさんもうやめません。いいよ。あの魚うちいらないよ。どこに輸出すんのよそれな。アイルランドさんやめよう。あ、竜巻そういえばな、どこ行っちゃったんだろうな。なんかさっきの津波のせいでさ、で、ああ、何が起きた、これ何が起きた。あれあれ、なんか起きたなこれ。これなんか起きたな。いやー、これダムってこれ治るの、これダムってこうなるの。あ、治るわ。すごい。嘘でしょ。こんなダムあり。ポコってなっちゃった。シティスカもまたちょっと仕様変わったね。なんだ、地震とかで破壊されたところが残ってそこだけ復旧させればいいんだ。前までだったら全部倒壊してたのにね。日本は見なかったことにしような。見なかったことにしような。ということで最後までご視聴ありがとうございました。動画が面白かったら動画の高評価、チャンネル登録をお願いします。あとツイッターで配信の告知などを行っております。概要欄に URL がありますのでそちらからフォローお願いします。以上、お疲れ様でした。この動画はご覧の方々の提供でお送りしました。